プロボクシングの W 世界戦と、那須川天心、25、帝拳、の転向2戦目が18日、有明アリーナで行われ、メインでは WBA スーパー、WBC 世界ライトフライ級王者の寺地健志郎、31、BMB が WBC 同級1位、WBA 同級4位のヘッキーブドラー、35、南アフリカ2球回 TKO 勝利、セミファイナルには、 天津が抜擢され、メキシコバンタム級王者のルイス・グスマン、27、とのスーパーバンタム級8回戦で対戦して、2度のダウンを奪う3者がフルマークの大判定勝ち。WBO 世界スーパーフライ級王者の中谷ウルト、25、M、T は同級6位アルヒコルテス、28、メキシコ、2、3度のダウンを奪う3、0判定で V1 に成功した。最終ラウンド。 天心は右構えにスイッチしながら渾身のパンチを振り回した。実は、4ラウンドにめちゃくちゃ稲妻が走った、と、試合途中に左拳を痛めていたための苦心の措置だった。残り10秒を知らせる表紙が鳴った直後に、左ストレートがかすり、メキシコ王者は尻餅をついた。あれ当たりましたよね。ダウンと判断してもおかしくなかったが、スリップとされ、すぐにゴング。 あれで倒して終わっていれば、いいなってあったんですが、なかなかうまくいかない。残り1秒での奇跡の KO 勝利は幻と終わり、ジャッジの3者が、80、70をつけるパーフェクト採点で判定勝利したが、天心は苦笑いを浮かべていた。直後のリング内でのインタビュー。ダウンは取れて、進化している姿は見せられたと思うが、 最後の最後がうまくいかないというか、人生うまくいかないもんだな。まずは反省が口をついた。4月のボクシングデビュー戦では、日本バンタム級2位のヨナハ勇気、新生、2ダウンを奪いながらも KO 決着とはならず、この試合のテーマを、殴りに行く。今回は倒す。と公言していただけに有限実行を果たせず悔しさが滲む。これにかけてずっとやってきた。成長する姿。 僕のボクシングの本気をみんなに見せられたとは思う。皆さん、どうですかよかったですかそう問いかけると、客席を埋めた1万千人のファンは、天心の健闘を称えて、慶応決着できなかった無念を慰めるかのように熱い拍手を送った。オープニングラウンドは衝撃的だった。ガードを固めたメキシコ王者がアクションを起こした刹那。 天心の左ストレートがカウンターとなって炸裂、ダウンを奪ったのだ。だが、意思を断ち切るまでのダメージを与えることはできない。逆に警戒心を強めさせてしまい、よりガードが強固になった。それが天心を、迷宮、へと導くことになってしまった。それでも、本田明彦会長が、60年やってきてあんな選手は見たことがない。 と絶賛する非凡のセンスと驚異的な成長度でメキシコ国内王者を圧倒した。高速のジャブに加え、サウスポー特有の出花に叩き込む右フックだけでなく、天候2戦目とは思えぬ左のボディカウンターまで放つ。サイドステップを華麗に踏み、右ジャブから体を切り替えての角度のある左フック。